Hello there! 始まりました。もう一回チャンネルです。今回はですね、おそらく気になっている方も多いんじゃないかと思うんですけど、果たして、YouTube でですね、私どれだけお金もらってんのみたいなやつですね、を話したいかなと思います。やっぱ高校とか予備校でですね、教えてもこの質問結構来るので、どんな感じなのかっていうのをちょこっと話したいかなと思います。ちょうどですね、広告がつくようになったのが2月の18日ですね、確かね。で、2月の19から一応お金が入ってますね。19から入って、最初はもう本当にもう何人みたいな感じでですね、入って、で、そこから徐々に上がってきて、もう最近はほとんど変わらないというか、安定して、ちょこっとやっぱ毎日あるんですけど、ですね、ほとんど変わらないので、その辺についてちょこっと話そうかなと思っております。で、いろいろですね、YouTube なんか1クリックに対していくらとかって思ってる人いますか？そんなこと全然ありませんので、1クリックでですね、1クリックに対してこれだけのお金がもらえるとかっていうふうにはなっていませんので、そもそも広告の数っていうのがですね、決められますので、10分以上の動画にはですね、広告をいくつもつけることができるんですよ。自分で好きなだけですね。なんで10分以下の場合は、動画が始まるときに1回出るだけなので、10分以上のなんかやつにはいろんなところに広告が入るっていう感じになってますね。だから最近はですね、やっぱり有名なですね、 YouTuber さんたち10分以上のものにしてるの多いですよね。長くなってる人が多いと思います。なんで最初は短かったけど人気出てきたら長くしてるっていう人もですね、結構いると思います。自分自身これから多分なんかですね、これ人気出るだろうな、よし10分ぐらい撮ってもいいかなっていうやつだけ多分出てくると思ってくださいですね。なんかきっと自信のあるコンテンツなんだなと思ってくださいですね。やっぱりそうなんですよ。明らかに10分以上長いあるやつですね、が圧倒的にその収益っていうのは高く出ています。なんでやっぱりこの傾向っていうのは続くんだと思いますね。だからその広告がいくつもあって、でどれだけの長さやっぱ見られるかっていうのが、非常に重要だと思います。パソコンの場合だと横に表示されっぱなしになりますしね。じゃあ私は一体どれだけもらったのかっていう話にね、行きたいかと思います。ぶっちゃけですね、その1ヶ月のやつ今ここで見ているんですけどですね、YouTube のやつ28日スパンで表示されるんですけど、で正確な数字は言っちゃいけないらしいので、なのでここで見ていますね。ぶっちゃけ言うと、ファーストフードとかに行って一食食えるんじゃないっていうのが1日入る感じですね。いわゆる各都道府県に最低賃金ってあるじゃないですか。あれに大体届かないぐらいだと思ってくださいですね。ですごく調子がいいときは届くよみたいなですね、届くかもよみたいな感じだと思ってください。トイックのね、当日の長いラジオをやるときとかっていうのは、やっぱここそこだけぐんと伸びるんですけどね。何があるかわかんないので、なかなかですね、そのぐんと伸びたその次の日ですね、やつだっていきなりですね、そうです、広告つかなかったですからね、このトイックの次の日のやつですね。だから何があるかわかんないんですよ、本当に。だからそこで一気にガクンとなっちゃったりもするので、それはあれです、文句言ったらちゃんとすぐに数時間後に治りましたけど、一つ言えることっていうのは、バイトした方がいいってことですね。だって最低値、一生懸命これ動画撮って10分とか撮るわけですけど、これ4回撮り直してますから私ね、だから40分ぐらい喋って、でそれでいて、編集に2時間ぐらいかかるの です、ね、それでも最低賃金の1時間に満たないわけですからね。それを毎日この投稿してるわけですから、2時間以上やって1時間働くのに満たないわけですから、だからよっぽど人気がない限りは、やらない方がいいっていうのが、言えますね。別にお金儲けのためじゃないので、私はどん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 まだ上げてきますけど、動画ですね。だって考えてみてください。そうですね。この、今、何人ぐらい登録者数いるんですかね。2417人ですか。2417人いる、いて、毎日動画を投稿しても、それぐらい最低賃金に満たないわけですから、やはりよっぽど人気がないといけないっていうのが分かりますね。逆を言えば、こんな
ですね、底辺でもこんだけもらえるってことは、それですね、やっぱ何百万というですね、登録者がいたりとか、100万再生とかいく動画って、どれだけ儲かるんだっていうのも、まあわかりますね。だから憧れる人がいるっていうのも、そこはそこでわかりますけども、やっぱり普通は、働いた方が絶対いいと思いますので、そちらをお勧めします。まあわかんないんですよ、本当に。本当に読めないんですよ。大体、まあまあ、再生数は読めます、大体、これぐらい再生されるだろうなとか、この動画だったらこれぐらい再生されるんじゃないかなっていうのは読めるんですけど、再生時間が読めないですね。だからこの間も初顔出しとか言って写真撮影でやったみたいなのをやったんですけど、まあこれはすぐに1000ぐらいはスッといったんですよ、数時間でですね。でも、再生時間がめちゃくちゃ短いですよ。めちゃくちゃ短い、1分とかだったんで、ああそうなんだっていうですね。だから面白いコンテンツをですね先に持ってきちゃうと、でみんなそれ見た時点で終わっちゃうじゃないですか。かといって面白いコンテンツをその動画の後ろの方に置いといてもみんな見てくれないとそこまでいかないんで、ね、なのでどっちにしてもですねうまくいかないんですよ。なかなかこれ困ったなと思います。みんな大体途中でやめちゃうんですよ、見るのですね。だから非常にその辺のですね、駆け引きなのかわかんないですけど、その辺を考えて作んなきゃいけない。ああ、あの話すごい面白いのに、みんなそこまで見てくれてないんだとかっていうですね、のが非常にあってですね、うわ、難しいなっていうふうに思っています。なんで、まあ、今後ですね、東京帰って、またですね、いろいろとやってはいきます。まあ、ぶっちゃけてそうですよね。これでは全然、だってこれが50万してて、で、今、撮ってる機材っていうのがですね、十何万のカメラに三脚とかこのですね、照明とかつけたらですね全然マイナスですね、赤字ですからね。あ、ただまあこれからですね、東京戻ってもっともっと赤字になりますのでぜひですね、楽しみにしておいてください。もういろんなものを買ってありますので、そういったものもですね、見せていきたいと思っております。はいですね、まあ、だから一つ言えることはバイトした方がいいですね、やっぱり。よほど人気になれるとかっていうですね、よほど面白いコンテンツがあるとかじゃないとですね、やっぱりおすすめはなかなかできませんですね。まあ YouTube 憧れるのはいいですけど、まあ当たれば確かにすごいですけど、当たるのはほんの一握りですからね。だからよほどすごい自信がないとやらない方がいいとは思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.